9.14J1 第30節柏0の2岩田三強 F 歌は2の0で会心の勝利を飾ったジュビロ岩田。1G1A で全得点に絡んだのがボランチの MF 中村俊だった。前半5分、相手陣内の深い位置での FK で直接柏ゴールを狙う。しかし、右足から放たれたシュートは GK 松本健太に CK へと逃れられてしまう。 直後の右 CK でもキッカーを務めると、クロスは柏守備陣に跳ね返されるも、クリアボールを DF 高畑啓太が回収し、再び右サイドの中村へ。中村はプレッシャーをかけに来た FW 柿田勇希とうまく入れ替わって前を向くと、鋭いクロスを入れる。相手ボールキーパーの前でバウンドしたボールに、FW 渡辺亮がダイビングヘッドで合わせた。 ゴールキーパーと DF ラインの間に入れたら、誰か入ってきてくれるかなと思って。量がいい感じに入ってきてくれたのでそれが得点につながって。時間帯も良かったと中村。これが岩田にとって3試合ぶりのゴールであり、5試合ぶりの先制点だった。1点を追いかける柏がギアを上げてきた中で、前半26分に岩田に追加点が生まれる。 DF 松原孝が左サイドから早めのタイミングでクロスを入れると、右サイドの MF 松本正也が中央へ折り返す。p a 外の中村はダイレクトで PA 内の渡辺に当てると、自身はそのまま PA 内に侵入。渡辺からのリターンは柏 DF に当たってしまうが、走り込んだ中村の目の前にこぼれる。トラップしてシュートでもよかったんですけど、自分の前にスペースもあったし、 一歩運んだ時に量が見えて預けたら帰ってくると思ったあとは左足でゴールに流し入れるだけだった中村は今季福岡から完全移籍で加入した開幕節の神戸戦黒丸0-2で後半18分から出場して岩田デビューを飾ると続く川崎 F 戦では先発でチームの勝利丸5-4に貢献第2節 川崎 F 戦から3試合連続で先発に名を連ねたが、次の出場は2ヶ月半後だった。第17節、広島戦、黒丸0-2、第18節、FC 東京戦、三角1-1、では、8分、1分と途中出場が続き、そこから再び離脱。前節、札幌戦、黒丸0-2、2で5ヶ月ぶりに先発復帰を果たして、 柏シ戦を迎えていた。何もできなかったと開幕からの7ヶ月を悔やむ中村は、残留争いのライバルである柏シ戦に覚悟を持って臨み、勝利に大きく貢献した。現在は18位と自動降格圏に位置する岩田だが、残留圏内の17位湘南との勝ち点差は1に縮まった。あと9試合で自分のやらなきゃいけないことは明確だと思うので。 コンディションを落とさずにやって最後残留をつかめればと思います30歳の MF は強い覚悟を見せた